こんにちは、キットマン北海道探索チャンネル。今回は西28丁目バスターミナルと24軒バスターミナルでございます。ご覧ください。こちらの居酒屋さん、昔は確か壺端が入っていた記憶があります。久しぶりに今回やってまいりました。それでは順番に見ていきましょう。バスターミナルの表示なんですけれども、前からこんな 感じでではなかったですよねこんな白くてシンプルなあデザインではなかったはずですなので少しずつ看板とか表示なんかも更新されつつあるので、えー、だんだん消えていく昔ながらの昭和の看板見ていきたいと思っております ゴミ箱でございます。私はゴミ箱を見ると安心します。なぜなら、札幌市っていうのは、ある時期からゴミ箱が一斉に撤去されて、ゴミをね、捨てる場所がないので、ポケットとかにずっと入れてるもんですから、こういったゴミ箱を見ると安心します。昔からこうやってクリアでしたっけ 地下鉄の車両とかバスの車両っていうのは新しく次々更新されるもんなんですが、こういったベンチとかはあんまり更新されないので、年季が入ってね、味わい深いまま残っております。もうたくさん座って真ん中ら辺が擦り切れて色変わってる感じが素敵ですね。 雰囲気的にこの辺りは電話ボックスだったと思われます。まあ当然昔っていうのは携帯電話もなかったので待ち合わせをするときね、遅れますとか着きましたっていうのを、まあ、あこれから帰りますとかね、電話ボックスから電話をしていた、そういう背景があったんだと思います。奥に見えるのは高領中学校でございます。グランドですね。 西28丁目ターミナルから行ける場所というのは山手線というのがありまして、西港、北海道医療センター、西の3条2丁目、宮の沢駅前、まあ、宮の沢バスターミナルですね。その他に山手線では、北海道神宮を経由し、山手4条11丁目に行くことができます。昔、市営バス時代は上手稲神社前という行き先がありまして、乗った記憶があります。 この西28丁目バスターミナルが完成したのが、まあ、使われ始めたのが1981年なんですけれども、 もう42年経っているということですね。こういった柱なんかもオリジナル、えー、もう原型だと思うので、ご覧のようにかなりね、年季が入っている状態でございます。まあ、100年記念塔なんかもね、かなりこう錆びているんじゃないかとか言ってますけれども、まあ、熟成されてより強くなっているんだっていう考えもあるので、一概に錆びてるからいけないということではないのではないでしょうか。 おそらく開業当初から存在する地下鉄連絡案内の表示だと思われますこういった電気なんかも学生さんたちを毎日見送っていたのではないでしょうか 奥に見えますミスタードーナツとその後ろの大きなマンションそしてお寺先ほど紹介した広陵中学校これらの建物は開業当初から存在したのではないでしょうかで昔はこの辺に木工堂という、ね、書店さんも存在しました西28丁目バスターミナルは大きな建物の中にあるのでちょっとこう四角になっているところが多いんですねなのでこのような光る掲示板というかね案内表示も存在します 確かこのカメラ屋さんも看板とかは変わってますけれどもかなり相当昔から存在するお店だと思われます西28丁目駅に限らず24県駅なんかも地下鉄をね降りてすぐの建物に1階がテナントで2階以降が住居そのようなマンションが結構存在します 続きまして、24県ターミナルへやってまいりました。24県駅とは、1976年に東西線が開業したんですが、その頃は小鳥駅から白石駅の間9.9キロの開業でした。なので、一番最初の東西線の駅でもあるということで、ご覧のように非常に貫禄のあるね、昭和らしい造りとなっております。 24件バスターミナルは結構大きいバスターミナルに見えるんですけれども、現在は北24条駅までの1本しかありません。1つの系統しかないということでございます。ご覧のように12個ある表示のうち1つしか使われていません。前世紀で一番多かった時っていうのはどれぐらいの系統があったんでしょうね。 北24条線というのは24県から北上し24県の山田電機の前を通り札幌競馬場を通りさらにもうちょっと北東の方に進んでいくんですねそうすると北24条駅のバスターミナルに到着するということでございます 電話ボックスですが一つありますね。えー、空きスペースが三つぐらいあるということは昔は四つぐらいあったのではないでしょうか。そしてこれは待ち合わせの掲示板だったのか広告だったのかわかんないですけれども私が行った時はこのようにね、空白の状態でした。 生産機の表示そして案内表示ですねこういった看板類も少しずつ更新したりするっていうこともありますからね毎回最後だと思って見ております初代南北線あすごいですね令和の今になって初代南北線を見ることができる切符売り場なんですが埋め立てられたようなところが4つほどあります必要なくなったのかあ,あるいはこれから作ろうとして 仮のままなのか。この扉今使ってる人いないですね。昔は改札口で切符がダメになったっていうかね、もう使えなくなったりして誤作動が起きるんですね。その時ビーってなって扉がバタンってなって行けなくなるんですね。その時に駅員さんというかね、えー、と職員の方が来て扉を開けてくれて進むことができたんですけれども、最近見かけないですよね。 この壁の壁色合いいすすごいですよね。確か去年地上で交通事故があって交通事故で吹っ飛んだ車がこの階段の下まで落ち,落ちてきたいやそういう事故があったのを覚えておりますバスターミナルの待合室へやってまいりました北24条駅の1系統しかないということで私以外に人はいませんでしたこれ子供用の水飲み場ですね そしてご覧いただきたいのが24軒バス路線図なんですけれども現在、1系統ですよね昔は2系統以上あったと思われます1系統だったらこんな路線図ないですからね1976年の開業当初の案内図だと思います国鉄時代ですね地上を走っている線路の上を、えー、道路があって車が走っているそういう地図でございます 東西線の開業が1976年なんですが、その時はまだ南北線、北24条駅までしかありませんでした。北24条から浅布までの延伸が開業したのが1978年なので、非常に貴重な路線図の地図でございます。当然、琴都の地図も宮の沢方面まで伸びていません。 そんな感じで札幌市の地下鉄やバスターミナルの施設設備なんかも少しずつ更新されたりなんだりしているのでしっかりと観察することにしましたそんな感じで今回はバスターミナル西28丁目バスターミナルと24軒バスターミナルでしたバスに乗りたくなりましたかありがとうございました